結衣という文化の中で生まれたこの村ならではの心が一人一人の中にしっかりあるんだと思います。祭りをはじめ村の暮らしはみんなが力を合わせることで成り立っとるんで、だから自分も頑張らなくちゃいけないなという気持ちになります。